昨日海開きしたばかりの銭箱海水浴場。小樽市の午前11時の気温は 22.9 度とやや低めながら、日差しに恵まれ、水遊びやバーベキューを楽しむ家族連れなどでにぎわっています。すごく楽しいし、なんかずっと家にいたから嬉しい。小樽市では今シーズン、先月26日に海開きした小樽ドリームビーチを皮切りに6カ所で海水浴場が開設される予定です。市は新型コロナの感染防止のため、体調が優れない人の利用や大人数でのバーベキューなどは避けるよう呼びかけています。